だって羊羹便利じゃん。便利だって美味しいと思ったものあんまないのよ。食べ物としては、ね、小麦粉固めて焼いただけじゃん。何に気づけるの味がするんですか、あなたは。違うね、複雑な味が分かんないんだろうね、新調の味が。あ、僕でも嫌いじゃないですよ。面白いって言ってたね、そう。うん。なんで君は太んの？結構食うじゃん。うん、食うよ。うん。この年になって、飯食いに行って、僕より食う人あんまり見ない。あ、そのレベルで食う。大体誰かと飯行ってる時、僕のが食ってる。おう、それは例えば、俺とかで食ってるの。ヒゲさんと飯食いに行ったの最後ですよ。去年。今年食ってないんですよ。ヒゲさんにも勝てない。お前だって、そんなにラーメン食うじゃん。そうだよ。あ、ヒゲさんには勝てない。あ、早朝羊羹とかされません。早朝羊羹とかされません。パッと目がつまんですよ。ここにある羊羹をグッと一本剥いて、バナナのように剥いて、ここ。まず、家にその寝残り羊羹ってない。どんな感じなの？あら、あんまり食わないんだよね、みんな。まあ、リゾナが節制してるし、節制した結果、食欲不足になってますよ、皆さん。うん、あと、どうせ君の界隈だったらいいもんばっか食ってるからしよう。いや、ほら、いいもんでもいっぱい食えるじゃん。でもほら、刺しのすげえ入ったさ、しゃぶしゃぶとか3切れぐらいでもいいじゃん。はいはいはい。そういう世界でしょ、君きっと。君の世界。僕の世界でもスーパーでいつも野菜とか、いや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 、焼くとかに食べる。いや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 。そう。あ、これ、デブは割と食わない。そうなのよ。シューちゃんとかも全然食わないの。あ、シューちゃん食わないね。デブのくせにさ、そのデブだから胃が脂肪で圧迫されてあんまり食えないんだよ。意味がわかんない。なんだそれ、どうやって維持してんだみたいなさ。いや、学園とかもそんなに食ってるわけじゃん。うん。なのになんでそんなに太んない？貧乏ゆすりだもん。は？え？貧乏ゆすり？うん。ずっとこう、貧乏ゆすりあとね、人間って、糖分は脳で使うんですよ。うん。だから頭を使ってると、それだけ糖分が消費されるんですよ。うん。で、頭を使わない人は糖分がそのまま脂肪に変換されるんですよ。うん。で、ひよえさん。なるほど。はい、まあ、俺はね、羊羹1本食ってこんぐらいで済んでるから、はいはい、相当頭使ってるのかなと。じくじくしますけど。僕は羊羹1本食わないからね。ない家に。一口羊羹だよ。めっちゃ知らない。まずさ、羊羹買わなくない？いやいやいや。だって羊羹便利じゃん。え、便利？便利なの？ちょっと小腹が空いたのかな。え、まずさ、人が一口で済むんだよ。もうこのハモってのが必要ないんだよ。はい、一口で済むから。はい。それが、だから家に。あ、俺チョコレート食ってるんだから。ああ、やっぱちょっとおしゃれか。いやいや、おしゃれ。チョコレートだと、そこら中にあるじゃないですか。あれか。100円とかですよ、板チョコです。せんべいじゃんって、クッキーか。クッキー嫌いなんだよ。クッキーは嫌い。あ、俺、めっちゃ美味しいと思ったことがあんまないのよ。は？え？なんで？いや、ね、クッキーはクッキーで嫌いじゃないんだけど、じゃあもうちょっと、クッキーってさ、そんなに美味しいもんじゃないでしょ。まあ、どういうタイプかによるけど、例えばソフトタイプの口の中でポワンと溶けてさ。ちょ、言ってみ、言ってみ、その銘柄を。カントリーマート。はぁ、あ。はぁ、あ、ってなんで。だってあれさ、チョコレートの味がしてるだけじゃん。うん。で、基本さ、小麦粉じゃん。あれは、トラビスチヌクッキー。北海道のトラビスチヌ修道場。本家あそこでこう作れるんですけどね。ミルク、小麦だけで作ってます。シンプルな。サクッとした。ミルクと小麦だけでクッキー作るようなタワーモードが入ってる。バーカ。ああいう、シンプルなね。はいはいはい。あ、食べようと思って。それ食べるから、これ北海道行かなきゃ売ってないんだ、あれ。買ってきてよ。買ってこいってか。あれはじゃあ、カナダの。メープルリーフみたいな形してるクッキー。あんまりああいうの美味しいと思わなくて。食べ物としてさ、うん、小麦粉固めて焼いただけじゃん。で、味付けはさ、結局砂糖なんだよ。そうだね。だから、砂糖と小麦粉と卵なんですよ。うん。だからそんなにさ、美味しいものではないじゃん。いや、だからそれを焼き上げることによって風味があって、まあ、あとバターとか。うん。なんか美味しい。美味しくない？あんまり僕ね、美味しいと思ったクッキーって少ないんですよ。うん、あれちょっとさっきもないって言ったら急に少ないなって。あ、ないとは言ってない。お前ずるやつだな。お前今、遡る家、発言残ってるからな、今。クッキー美味しいと思ったことないって言ったら、優しい。なんできるから、ライブだ、これ。はぁ、エイジョ君、好きなの？好きな食い物。好きな食い物？これはいつも。あ、でも果物とか食ってる。あー、そっちか。メロンか。生ハムとか巻いちゃうんすか。やっぱ広げたいなと生ハム。メロンに生ハム巻くやつって味覚障害だと思う。メロンとかは別々に食うのは絶対うまいもん。すいません、広げさん、始まってこれ何分くらいか分かんないですけど、はい、
何に傷つければ気がするんですか、あなたは。違う違う、だってさ、生ハムって塩味じゃん、はい、メロンに塩つけて美味しいわけないじゃん。いや、俺は結構好き派なんですよ、デブだからね。まあ、口に入れば何でもいいやん。違うわ。メロンの甘さって、まあ、すごい甘いやつ多いよ、もちろんね、うん。だけど、ちょっとこう、なんか、ウリっぽいっていうか、甘みがちょっと抑えめな、海外のメロン結構甘みが少ないじゃん。あら、美味しくないメロンの生ハム巻くと、甘みを強く感じられるから。うん、生ハムの巻くと美味しいじゃん。でもなんだろうなぁ、身の下がお子ちゃまなのかな。複雑な味が分かんないんだろうね、3つ以上の味が。ね、あ、で僕、それあって、うん、混ぜて食べるの好きじゃない。あ、そうなの。基本単品は単品の味で食べるのが好きなの。じゃあ何、微妙あれか。韓国のビビンバ。ビビンバ。まあまあビビンバ。君は具材だけ。で最後ご飯食ってまあね、大人になってできるようになったんだけど、昔僕三角組ができなくて、うん、例えば肉じゃがってあるじゃん。うんうん、あれを玉ねぎだけ食った後に人参だけ食って芋だけ食うとか、うん、あとなんかひじきとか入ったらひじきだけ食って人参だけ食ってとか、単品だけ食う食い方をずっとしてた。それは珍しくない？大人になって、あ、この食い方してる人ほとんどいないなって気づいたんだけど、なんか味を混ぜるのあんま好きじゃなくて。いや、それは変だコメントあるけど、分かる、変な食い方だと分かる、うん、あんまりいないから僕も変な食い方なんだろうなと思ったんだけど。ハンバーガーだからもう今は食えるよ普通に。でも子供の頃はね、ずっとかけ食べて、子供の頃ハンバーガーとかも食べてなかった。あー、ごめん、家に持って怖い、本当に。お前、ほう、丼ぶりは？いや、丼ぶりもあんまり食ったことなかったけど、うん、あ、だから僕さ、食事で米だけで食う。米は米だけで食う。だからおかずはおかずだけで食べ終わって、白米は白米だけで食う。食べ終わってから。うん、本当すごいね。だから、ご飯の味ってみんな言うんだけど、うん、ご飯以外のものと一緒に食ってご飯の味って言ってるやつってバカだなと思ってて、ご飯美味しいってご飯だけで食えるならって。はぁー、それができなかったんだ。うん、ね、ご飯進まないでしょって深井さん書いたり。そうだよね。いや、だからご飯美味しいからご飯食う。限界あるじゃん。ご飯そんなに味がある。ご飯。ほぉー。最近はもう大人になったから、ちゃんとおかず一緒に食べるのはできるよ。でも君昔から、食ってたよ、ちゃんと。あ、だから大人になってからかね。あってからは、うん、大学時代。あ、だから基本的に多分ね、その食い方は大学、社会、いつくらいだろう。そこら辺から多分普通にみんなと一緒の食い方するのかな。うん、うん、うん。だって一緒にやるけんじゃん。普通に食ったりする。うん。うん、子供の頃は割とそう。タンピングイン。俺、一個だけできないの、納豆が。え？納豆ご飯があんま好きじゃん。納豆ってドンってあるじゃん。器に納豆が出ました。うん、ご飯ありました。だから納豆ご飯にしないで納豆だけで食べて、ご飯食べて、食べ方。納豆巻きは？納豆巻きは別、納豆巻きは別にいいや。だから理由はね、多分ね、食べ方とか味の話じゃないんだよ。汚い。器が汚れるのがいいよ。あ、それはわかる、それはわかる、それはわかる。しかも自分で洗わなきゃいけない。そうだね。うん。二人が大学生の時にやる気があった。あったあった。俺、こいつにすげえ怒られた。すごい。食い方が贅沢だ。どこで？新宿のやる。新宿のやる県で俺がガーって、うん、で、食い終わって食い終わったら、急に俺同じように来て、うん、なんでかって言ったら、ご飯じゃわに、ご飯、米粒とかで残す。うん。で、なんか食べ残すのは、本当になんか考えられないとか理解できない。うん、で、人格否定をこうされて、うん、まあそこから僕もでも、確かに残すのは良くなかった。まあ、しょうがないよね、日本で育ってない人は。あ、ほっこす。食ってたね。違うぞ、この話続きがあるのよ。あ、はいはい。っていう感じで、いかに食べ残すのが悪いことかっていうのは、僕はね、うん、まあ、家族を除けば第三者から初めて怒られてびっくりした体験があったんですよ。ね、うん。で、あ、そうなんだよ、ヒルくんたち。他にもいたけど、ヒルくんたちって、本当に食い方があれなんだなとか、食べ残すことが嫌いなんだなってインプットをされた半月後かな。うん、お前、飯残したの。知らん、知らん。お腹いっぱいデブとかに残しただろ。知らんかお前。知らんかな、いつの話だよ。あの時の俺のショックがなかったからな、え、何や言った時。あれ、なんだっけな、なんだっけな。しかもね、すげえ正当化したの、自分のこと。なんか。え、食い放題とかじゃなくて。食い放題とかじゃないんだけど、でもね、結構ね、まあ、ボリュームの多い飯だったと思うんだけど、うん、それに対してね、いや、俺らもうね、その年じゃないからとか言い出して、うん、体のためにはね、抑えることも大事なんだみたいな、ごたくを抜かしたんですよ。え、そうなの？うん。君、ラって、あと誰いたの？
たけし。ああ、言いそう。言いそう、言いそう。言いそう。皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかかってるボタンにクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価こちらの方もよろしくお願いいたします。